廃墟の瓦礫の中にはこのようなリメインズが残っていることがあります。リメインズの内部は脆くて狭いため、戦車で中に入ることはできません。徒歩で探索するしかないのです。メインメニューからトラベルを選べば、マップを見たり一瞬で入り口に戻ったりすることができますよ。容赦はしない。このまま勝ち続けてやる。素早く確実に倒す。勝ったな。容赦はしない。このまま勝ち続けてやる。素早く確実に倒す。このまま勝ち続けてやる。戦車にして勝ったな。どうやらこの廃墟はここで行き止まりのようですね。生命反応らしきものは感知できませんでした。わかったわ。ここは諦めましょう。地上に戻ってきて。データになりそうです。スキャンさせてください。スキャン。
壊前後の時代の書物は、失われた人類文明の情報を今に伝える貴重な遺物です。その時代の情報を蓄積できれば、アイアンベースのテクノロジーレベルを引き上げることができるでしょう。テクノロジーレベルが上がれば、今はできないことができるようになる。戦車の指令。よし、作業急ごう。片付けてやる。できず残念です。次の生存者キャンプに向かってください。車を入手したようですね。データを登録します。登録完了。新しく入手した車に乗ることができるようになりました。乗り降りコマンドから自分や仲間の名前を選んで丸ボタンを押すと、誰がどの車に乗るか選べますよ。どんな装備が積まれているか、どんな装備を積めるのか、車装備画面で確かめておくと良いでしょう。機銃は攻撃力こそ低いものの、弾数無制限で撃てるので、弾切れする心配がなくなりますよ。で片付けてやる。
このまま勝ち続けてやる。成長したって実感はないが。嫌な予感がする。このまま勝ち続けてやる。容赦はしない。勝ったな。エネルギー反応検知、分析します。ウォンテッドデータベースに該当モンスターを確認。手配名称巡航サイゴン、賞金額7000ゴールド。サンズではないようです。サンズでないウォンテッドモンスターは人類を殺すことにさほど執着しないかもしれません。戦ってみて勝てそうになかったら逃げ出すことも考えてみてください。生き延びてさえいればいつか強く成長して戻ってきてリベンジすることだってできますから。賞金首の強さがどれほどのものか。一旦退却だ。嫌な予感がする。
まま勝ち続けてやる。嫌な予感がする。勝ったな。容赦はしない。このまま勝ち続けてやる。みなぎってくる。完了しました。you
待って、あれは人間、生存者かもしれません。ゆっくり近づいてみてください。映像を分析してみます。見覚えのある顔だわ。アイアンタウンで暮らしてた子よ。なんて名前だったかしら。ダメよ、近づいてきちゃダメ。来ないで、あいつが待ち伏せしてる。サンズ出現。ウォンテッドデータベースに該当データを発見しました。支配名称ザムザ、賞金額9900ゴールド。ずいぶん前からウォンテッドされて、多くのハンターを返り討ちにしてきた強敵です。おお、一気にサンズなんぞやっちまえ。俺はお前らを決して許さない。これでどうだ。みなぎってくる。このクモの人、すごく硬くて弾力があるから人間の力じゃ切れないと思う。すごい。助けてくれてありがとう。やっと生存者を見つけたわね。うわお、でかしたぞ。ん、なんじゃ、
目に砂でも入ったのか、ダヌ。そうなの。いつもより多めに砂が。って違うでしょ。生存者はかなり衰弱しているようです。急いでアイアンベースに連れ帰ってください。栄養失調ですね。クモの巣に囚われている間、絶食状態が続いていたためでしょう。命に別状はなさそうですが、回復には時間がかかります。そのうち元気になるってことか。いやー、よかったよかった。ああ、ダヌ。おりゃ、ダヌがおらんの。何やっとんじゃ。トニー。本当だ。トニーだ。生きてた。トニーが。患者には安静が必要です。騒ぐなら出て行って。そうか、そうだね、出てく。なぜこの女の子の顔に見覚えがあったか。トニーはアイアンタウンで商売してたトレーダーの娘でね、ヨッキーが惚れてた子なのよ。恋人？まさか。坊やの片思いよ。多分口を聞いたこともないと思うわ。初恋ってやつかしらね。生きてた。トニーが生きてたよ。何かご用？患者には安静が必要です。たった一人でも生存者がいてくれて本当によかった。あなたのおかげ。ありがとう。ひょっとしたら他の場所にももっと生存者がいるかもね。キャンプを回って確かめてみて。じゃあヨッキー、整備は終わったか。バッチリさ。どれ、見せてみろ。ところどころネジの締め方がちょっと甘いが、よかろう、合格じゃ。なんじゃこのパイプは。エンジン周りを見てたら、なんだか吸気と排気のパイプが居心地悪そうにしてたからさ、ちょっとつなぎ方を変えて短くして、居心地良さそうな感じにしてやったんだ。パイプたちも喜んでたよ。なんじゃと。驚いたな。吸気と排気の効率が良くなってエンジンの馬力が上がったら。はい、一体どこでこんな技を。なんとなくパイプたちがブーブー言ってたから、そうした方がいいかなと思って。
元に戻そっか。戻さんでいい、バカ野郎。ごめんなさい。謝るな、たわけ。あんたがポニーを助けてくれたんだってな、ありがとう。バカみたいに酒飲むのはやめたんだ。もう一生分飲んだ気がするし。何言ってんだよ。そんなんじゃないんだってば。オイラはただこれからはちゃんとして役に立つ人間になりたいんだ。だからオイラも連れてってよ。あんたと一緒に戦いたいんだ。勝手にしろ。よー